てる、ありがとう。ポニーレナです。ポニーテールだけど髪の毛アイロンかけてないしボサボサなんですよ。ごめんね、遅い時間から始めちゃってごめんね。めっちゃ雨降っててやばいんだけど、怖い怖いよね。髪ボサボサだな、やばいな。髪の毛めっちゃ抜けたしさ、やばい。雷やばくない？髪の毛むしったらめっちゃ抜けた。え、待って、これやったらサイドポニー並みにポニーテールがずれた。うわー、やば、おへそ取られてるかも。マジさ、それぐらいさ鳴ってたよね、雷。てか電気いらないよね。髪の毛くぐってたからつけたけどいらない気がします。よく流しあるかな、おへそ。兵庫とか大阪やばかった。え、なんか友達があられが降ってきたって言ってた、あのパチパチする氷のやつが。犬雷ね、めっちゃ怖がる。ブーちゃんやばい、めっちゃブルブル震える。汗はかいてない、そこまで踊ってない。そろそろ配信した方がいいかと思って。ね、あられ、ひょうとあられって一緒？分かんないけど、兵庫の友達からあられの動画が送られてきたよ。え、だよね、レナも動画見た。友達が庭写してた。バチ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 ってなってた。いや、甲子園で試合してたんだ今日。そう、ダンスしてた。家でダンスするとき大体ポニーテールなんだよね、暑いから。暑いからね、ポニーにしちゃう。レナー、今日ユアの配信に行ったでしょ、ユアニャーとか言って。あられて、ひょうは、あ、違うんだ。100回目おめでとう、レナちゃん。おやすみなさい。おはやすみ、ごめんね、遅くなっちゃって配信。甲子園行かなくてよかった。甲子園もすごかったってこと。甲子園で試合があったんだ今日、そういうことね。ポニーテしかかたんの。え、レナ、ポニーテールしたらさ釣り目になっちゃうから嫌なんだよね。だからね、普段からポニーテールあんましないんだよね。あれじゃないよ、甲子園屋根ないから。あ、屋根ないのか。ポニーテで踊ってる子の髪の荒ぶりが好きです。でもね、ポニーテールでダンスあんま踊んないかも。家以外踊んない。頭振ったらゴムが飛んでいくから。ポニーテール目マジ釣り目になっちゃうの。釣り目欲しいになる。え、そうなんだ、しょうがないよね、そんなの目の形なんだから。あとアホ毛がすごいよね。アホ毛やばい。アホ毛やばいっていうか、なんか短い毛がさたくさんあって無理なんだけど。やだやだですね。かわいい、知ってるよ。え、なんかあの声が響く、クッキー、声が響く理由が分かってん。そう、目こうやってギュッギュッてする、くくった後に。ポニーかわいい、爪が一番かわいい。一番なんだ。声もストレートね、声ストレートだね。そうなんだよ、公園でストレートだから、だからあの練習中からね髪の毛をくくることがあんまなくて、髪の毛を振り払う練習もしてるから。結婚していいよ、今日ポニーテールだから特別に結婚してあげる。もう目送ったよ、明日10時半起きだから11時に寝るね。あ、休みメールもう書いてよ、もう書いた、休みメール書いてよ、ポニーテールお願い。昇格したらね、公演もポニーテールでできるけど、
可愛いな、知ってるよ。どんな理由なんだっけ。こんばんは、塩垣さん、干し柿です。こっちはメイドじゃないんだよね。なんでなんかニコイチみたいになってんの。こっちはね、メール、あ、メールじゃない、メイドじゃないんです。読んで、メール、最後まで読んでください。メールね、メール最後まで読んでください。23日当選願って。明日だっけ、明後日か。当たりますように。今日もたくさん届いてた。え、今日ごめんね、でも少なかった気がする。そっちの方がありがたいか。え、そんな長い、嘘、そんな長くないよ。え、そんな長くない、そんな長くない。あ、100回目おめでとう。あら、100回目なんだ。なんか画面暗くない？暗いよね。角度が悪い。何が悪いの？影になってる？ここが。後ろボサボサだからやだ。アイロンかけてない。はい。毛先、ほら。まっすぐじゃないでしょ。ちょっとうねってる、ここら辺。返信全部欲しいですか？暇だったらね。モアメの画像、え、漏れてないよ。漏れてた、ありがとう。漏れてないや。甘辛美味しそうだった。えー、あれ買おうと思う、買おうと思います。画面スライドをさせた、あ、嘘。うん、長くてまだ読めない。いいよ、 あの後でで。言うてゴツ送ってるくない？あ、ゴツ送った今日ね。影っぽいよね、なんか今ここら辺だね。ここ上に電気があるから、ここら辺、こうやって配信したらいいんじゃない。かわいいな、知ってるよ。サイドポニー似合いそう。はい、サイドポニー、サイドポニー風。内容見て返しそうだったら、あ、オッケーオッケー。暇で、暇ではないけど。お穴だるま。結婚していいよ。何回も可愛いって言ってくれたから結婚してあげるね。もう可愛すぎて詐欺れなくなった。おやっぷにー。え、髪切れじゃないよ。髪切れじゃない。おにぎりにしか見えない。え、嘘、本当におにぎりに見えた？冷凍、冷凍ご飯。ね、2枚乗ってるけど間違い探し。え、なんか2枚取って、なんかどっちかにしようと思ったんだけど、もうめんどくさいから、選ぶのめんどくさいからどっちも送っちゃえと思って。結婚して、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 いいよ、結婚してあげる。結婚、詐欺れのだと思われたから結婚してあげるね。あと、過ぎるのだと思ったから結婚してあげるね。寝てた、おはよう。食べて感想、あ、言うわ。え、絶対美味しいよね、あれ。マックでもマカロンよく買うんだよね。そう、結婚して、最後は今日5月に通称5月。え、ありがとう、会おうね。メイド配信もポニテ配信もいいもんね。よかった、じゃあポニテして。太陽系、あ、私太陽系なんだ。水曜ね、ブログ結婚していいよ。結婚しての、結婚してギフトがたまっちゃう。結婚してギフト初めてじゃない？初めてっぽいから結婚してあげる。最大級に行きました。なんなら凍結。吐かないで、吐かないで。ビューティーでしょ、知ってるよ。今日送ってくれたの待ち受けにするわ。え、嘘、え、嘘、そんな、今日メイク全然してないけど大丈夫だった？え、怖い、大丈夫かな、大丈夫だった？相変わらず軽いでしょ。さぎれなだからしてあげる。今だけ嫁れな、そうだよ、嫁れなって言ってくれたから結婚してあげる。オフコン、聞いてほしい、宅配便届いてなくて、なんかあの日時を変更して、日時を言ってくださいみたいな感じで言われて、そういうメールだった。かわいい、知ってるよ、結婚して。かわいいギフトくれたから結婚してあげる、結婚してあげます。
ね、リップね。あ、俺のポップコーンだったんだ。食べちゃった。嫌いなと通称恥ずかしいけど。え、楽しみだね。かわいいじゃん。恥ずかしいとか。かわじゃん。結婚して。かわいいから結婚してあげる。え、今日の写真よかった。え、待って。どんな写真だったっけ。まずもう覚えてない。さっき撮ったんだけど。ちょっと覚えてないよ。え、どうすんしゅーみたいなノリなん。うん、うん、ゆあとはずっとねツッコミ合ってる。でずっと二人でずっと笑ってる。どっちもすぐに笑っちゃうから。結婚式の開始に毎回理由つけてるんですよ。理由思いつかなさそうなタイミングで投げたい。いやそれ困るんだよね。結構あるからね。そういうタイミング結構多いから。そのタイミングを狙って投げてなくてもそういう時あるから、どうしようかなとか言ってるもんね。課題届く。課題もリップもだし、やばいよね。おじさんがってあったけん、そうまだねあった。まだなんかでなんか宅配ボックスってやって、明日の、あ、明日じゃない、何日の何時から何時ってちゃんと変更したけど届くのかな。変更っていうかなんかやってくださいって言われたからやったんだけどさ、ね、そんなんやんなくても。かわいい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 、知ってるよ知ってるよ。でおじさんにね電話しなきゃね。ね、どっか行くんだよね、レノン荷物ね、すぐにね。マジもう10日以上来てないからね、あのリップ1本で。3日とかで来るはずなのに。担当のおじさんね、ならないでほしいよね、ちょっとね。ねえ、今日もとっても可愛い。知ってるよー。嘘の配信、面白かったよね。なかなか届かない。雨のことは限りなの声が聞こえない。めっちゃごじってるじゃん。キレナの声が聞こえない。結婚して結婚して結婚していいよー、結婚してあげるー。かわいいもかわいいも言ってくれたから結婚してあげるー。コメントがどこだ。私服の自撮りを隣のポコあった。え、いつ私服送ったっけ、送ったっけ、送ったっけ、送ったっけ。やってくださいってことはまだ、いや一回東京に返されて、東京の方にも連絡して、でなんか再配達してくれるみたいな。でその再配達にまたもう一回なんか対面とか宅配ボックスみたいな選んでくださいみたいなって感じ。いやそれなマジでやばいんだけど。俺は荷物が2つ届いた。 いいな、なんでなんか何も届いてないのに。え、10日やばいよね普通に。お疲れー。結びの、あ、おむすび写真、俺の目、おむすび写真やばいよね。おむすびに見えた。ハティパありがとう。あの飲み会になったのおっつーじゃん、平日のど真ん中からね、やばいよね。宅配ボックス便利なはずなのにさ、一生届かないレナ。毎日マジちゃんと確認してたから宅配ボックス。毎日届かない。本当に。ね、リップ大冒険だね。もうすぐそこまで来てたんだよ、絶対。名古屋に入ってたから、あの、追跡見たら、すぐそこまでいたのに、巡り会えなかったです。ね。ドライバーに直接電話してこうなったんだよね。配達する人選べるってなってもさ、わかんないよね。でも俺な、あのおじさん選んじゃうわ、絶対。いい人だったから。お疲れ。そう、1.5 合しか炊けないから、炊飯器が。1.5 合炊いて、おむすび3つ作った。オープニングイベ当たった。いやいやいや、そう。全員いるやつね、オープニング。ボックスの操作、いやいやそんなことないよ絶対。レナが会いに行けばいい、リップに。おもろ、ありがとうございます。高山家さんの使い方知らないとか、いやあるよねワンちゃん。でも高山家さん簡単じゃない、ね、喋ってくれるじゃん。なんかなんちゃらですなんちゃらですとか喋るじゃん高山家さんって。コンビニ受け取りでもなんか一緒な気しない、なんか結局届かなさそう。フィナーレ当たりました。おー、あれじゃん、会えるじゃん。会えるじゃん。
人間性ね。え、すごくない？え、でも 1.5 号であのね、おにぎりだよ。あのでっかいおにぎり作れんの3つも。結構すごいよね。高井博士先生、1年もう結構使ってますよ。マジで？なんで届かない？なんで届かないんですか？間違ったリップリップだったらでもいいやぽいみたいなボックスに入れられてやだやった、イエーイ、会えるねー、おめー、髪ボッサボサなんだけど、やば、なんなのこれ、え、ここの毛って一生伸びなくない、産毛これ、ここの毛一生伸びないんだけど、え、これ共感してくれる人いるかな、女の子あるあるかな、わかんないけど、ここね、これマジ一生伸びないんだけど、伸びないっていう、ここの長さに伸びないってことね、本当に。こっち少なめやだ何ここやだよね可愛すぎた。久々に見れてよかったです。 1.5 号で3個ってでかくない？え、そう 1.5 号なの本当に。でも今日一番ねうまく炊けた気がする。長めの産毛細そう。え、ね、ここ細いんだよね、ほら、これ絶対産毛だよね、けどわかんないんだよね、伸びない、あ、抜けるってこと？え、抜けてんのかな？でも伸びてるっちゃ伸びてるじゃん。ほら、一番長いのでこれだよ。伸びないんだよね、でもこっから先が。じゃあなんか大好きなメール来たから、頑張れた。うわ、レナだけじゃないんだ。メール取ってるの。レナも送ってるのに。レナも送ってるのに。うん、いつもね。こんばんは。こんばんは、太郎。すごい吸い声。え、そう、ここね、髪ないんだよね。ね、ハゲって感じ、ここハゲてる、知らないうちに切っちゃってんのかな髪の毛の数聞くなね、その 1.5 号まあまあ量あるんだよ、あれだから1号炊いても1号から炊けるんだけど、1号炊いても絶対残るし、まあ、1号炊いたら1個かな、冷凍は。サランラップ1個分。あ、11位になったね。おやすみー。また明日ー。明日も来てね。65分。65分もかかんの？嘘でしょ。おでこね、そんな広くないの。おでこね、広くないんだけど。おでこね、広くなりたいんだよね。別にめっちゃ狭いわけじゃないし、広くないわけじゃないんだけど。おでこと広い方が可愛くない？前髪が自由自在に動かせるっていうなんか、印象がある。ココハのくれたホトケレナ良かったよ。え、何それ、あ、メール分かんないけど、今日一日頑張れるわね、ほんとそれあと1時間じゃんあと1時間じゃないか、だからのメール、おでこね、おでこ広い方がいいんだよ、美人なんで、広い方が、変な美人じゃないので広くないんですよね。でこ欲しかったくれんの眉毛上げてた時あったっけ、これはないかも、こういう風に上げたことはないかも、短いこと多いからね、真ん中で分けても横で分けてもピョンって出てくる、交代という意味か、違うよココハとレナで仏顔してるやつ、え、ココハと写真撮るときよくね、あの無の表情すんの、2人で、あと1時間寝落ちしないで見れるかな見れるよきっと
っとね、きっと、きっと見れますきっとねそのなんか、メイクの時出てた。え、そうなの？最近前髪整ってんのかな、これ整ってるようで整ってないんだよね、案外バラバラなの。7回息継ぎしながら7回も息継ぎしたの。そんな長かった。そろそろ寝ます、ありがとう、おやすみ。レナの夢見てね。大志より眠いよね、わかるわその気持ち、わかる。レナが悪いんだけど。何それ、何それ、待って、ごめんね、ありがとう、ごめんね。えなとココハでメイク配信、あ、した、あ、あん時か、あ、そういうこと、あ、配信でってことか、メールの写真かと思った。うん、そういうことね。犯人はこの人です。ありがとう。前髪ボサボサすぎる。なんでこんなボサボサになっちゃうんだろうな。やっぱここのね、産毛が悪いんだよね。こうやってやるじゃん。ここら辺が跳ねてるように見せかけて、ここだから。ここに、ここの人なんだよね。だけど入らないじゃん、短いから。だからね、ボサボサ。12時に終わるのは一緒でも遅めに始まると眠くなるの不思議。本当に本当に眠くなっちゃうんだよね。ラメルの写真だった？ゲームつ、何のゲーム？何のゲームすんの？手小さくないよ。普通です。コナン君、え、ちょっと、はいはいはい、言っていいんですか？え、怒ることがあって、あの、怒りたいことがあって。あのね、あの、SNS のコメント欄で、コメント欄で、全然関係ない犬とか猫の動画に、コナンの映画のネタバレを書いてる人がいて、食らいました。いや、映画の時期になったらね、そういう人増えるんだよね。マジで本当にさ、本当にもう最悪だったんだけど。レナの声聞けない、こちらで、ここで、ここらでおやすしますね、おやすみー。え、もうマジでネタバレ食らって、もう泣きそうになった。え、普通にさ、普通にさ、普通にやられたんだけど、あ、ポポコン、普通にやられて、でなんかね、2個目見たの、2個見たので、1個目はあの、1個目はなんかさ、なんか1個目はなんか、うわ、これ絶対やばいと思って、コナンとキッドの正体のみたいなのコメントを見た瞬間に閉じたの、その動画のコメント欄を閉じて、うわ、なんでこういう人いるのみたいな思って、その時はまだ、おー、セーフセーフみたいな、まだ全部見てなかったみたいなってなって、で次に全然違う動画でまた見てて、コメ欄見たらまたいて、またで同じ人か分かんないけど、ね、いて、見ちゃった見ちゃった。あー、ねえ、助けて。本当に嫌なんだけど。え、もうやばくない？本当に。マジで。本当にやばいよね。怒れな。ダメだよね。やってるよね。マジで。いや、マジ重罪だよ。やばいから、普通に。めっちゃもう見ちゃった。早くリナに会いたいな。ねえ、会いたいね。つむじてけど、今回、え、かき、かわいそすぎない？私。記憶なくすの、いや、もうなくせないよこれは。え、もう本当にやばいんだけど。
忘れたいわ、忘れれることなら。やばくない？普通に。いや見に行くけどね、見に行くけど。え、そんなんさ、全然さ、全然さ、全然さ全然あれじゃん、そんなのあると思わないじゃん。その犬と猫が戯れてるさ動画のコメント欄開いたらさ、なんかコナンの真実はなんちゃらでなんちゃらで、キットとなんちゃらで、えレナは例えば動物だったらなんか可愛すぎみたいな、あタコ、タコはよく噛まないとね可愛すぎと思って、あの共感ね、犬可愛いみたいなコメントを見たかったから見ただけなのに、コナンとキットなんちゃらでなんちゃらで、おい何やってくれてるんだ、最悪じゃない、本当に本当最悪なんだけど、本当に最悪。え、そんでなんか返信のコメント見たのね、そのなんかあのネタバレ返信のコメントを見たら、なんかなんかなんだっけな、なんか全部言ってて草みたいな全編全部ネタバレしてて草みたいな言っててさマジかよと思って、要するにこれが真実になるための映画なんだなって思ったよね私は。もうやばいよね普通に、おかしくない、そんなことする人。どう思いますか皆さんは。ポップコーンありがとう本当にね、真実は一つ、俺あれの愛してる知ってるよねえ、コメ欄ね、やばいよね。でも全く関係ない動画だよ、ね、マジお説教しないとダメだよね本当に。いや普通にやばいよね、えっと思って、みんなしちゃダメだよコナン見に行っても普通にねやばかったんだけど、ビビりましたね私も、マジかって、ちょっとやられちゃいましたまんまと感想書かないか分かりませんお説教しませんよ言いたくなるのかな、でも言いたくっていうか多分普通にね、なんかそういう悪質な人なんだよ中学嫌ではないっていうネタバレはしないでおきます。おーい、おい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 、ネタバレされたぞ、ネタバレ気にする人にとっては最低。そうなんだよね、もう見とけばよかったよね、早く見に行こうマジこれ以上もう分かっちゃったらやだ、メール返信送ったりそれやばいそれやばいそれやばいメール返信送ってんのやばいから送られたらねやばいよね、でもなったらしよ、いや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 やだから、いやそうね本当にもう全然面白くないよって感じだからね。いやそうなんだよ、なんかコナンのさ映画の予告とかに書いてたら、いや予告に書くのもだいぶ嫌だけど、うん、ただのなんか悪質な人ってわかるじゃん、そうコナンの逆にやあの動画にねのコメ欄だとかだったらわかるけどね、わかんないけどさわかんないけど本当にねもうやられちゃった、もんもとハマっちゃいましたうんいやそれなリップに巡り合えないのにね、映画まだ行ってないのに、絶対言わんといてやって言われた友達の好きな人すぐ話す絶対それなね、口豆腐やなそういう人口が豆腐だよ、キレの犬にコメントで言われます。レナに覚えてもらうにはどうしたらいいの？レナに覚えてもらうには？面白いことする。あらしい。え、やばかったよね。え、なんかダンス踊ってた時にさ、なんかゴロゴロゴローって聞こえて、え？と思ってなんか、え、事故？みたいな。聞こえて。いいよー。いつもハートとか可愛い文字いっぱいくれるからいいよー。嵐ね過ぎ去ったね、あでもちょっと雨降ってるかな、
いやそれな、え、そうなんだよね、そうなんだよ、気づいちゃうよね、映画見てる途中に。マジそれそれだから、本当に本当にそれ本当にそれあらすじもやだよね、あらすじなんかもうネタバレじゃんあちら、え、嵐やばい、嵐やばかった、なんかめっちゃ怖かった。握手会特に迎えに行けば人少ないから、人少ないというかもうほぼいないからねひなちゃんいいよって言ってくれるのか、いいよー、かい、知ってるよー、あれそろそろ堂々しそう、あ、そっか、そうだね、え、もうちょっとじゃん、夜中じゃん、怖いね、怖怖、関東なのかな、じゃあもうちょっとで着くのは、嵐が、怖い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 、え、マジ、めっちゃゴロゴロ鳴ってて、カーテン閉めてるからピカーは分かんなかったけど、音やばくて最初なんか、え、なんかあったみたいな、で、なんかそのゴロゴロって言った後になんかピーポーがめっちゃ鳴ってたから、だからなんかあったのかな、なんか事故みたいな思ったけど、雷の音っぽいしなみたいな、で、なんか一回大きいのが鳴ってそっから鳴らなかったので、ちょっと増したらなんかめっちゃ鳴り出したから、あ、やっぱ雷だったんだって思ってたら、もうザーうわーって感じでした。怖ーと思って、そんなに降るんだ急にって思ったあ、お花だ、お花が配信始めました。パン食べて帰ろうかと思ったらめちゃくちゃ降ってて店に戻ったら食べた。めっちゃいい人じゃん店側も嬉しい、誰にも迷惑かけない、なんか幸せな雨日和。結婚していいよ今日めっちゃ雨降ったから結婚してあげるね。ありました、結婚する理由ありました、ちゃんとちゃんとありますよ。幕張来てくれる人貴重だね、確かに、うん、ファン自体貴重だね貴重なんだよ本当に近くにはね多分落ちてない気がする、音は大きかったけどね、花火、花火とは思わなかったけど、花火かと思ったぐらいなんかドッカーンみたいな感じになってたよね、めっちゃ音でかかった。風は強くないかも、風強かったかな、わかんない他にキューブかきれなかおうと思ったけどなんか届かな、レナの名前あったら荷物届かなそうキュンラブです、キュンキュンラブリータイムです。10分くらいで8回も雷鳴ったの、そんな鳴ったの怖い、キュンキュンハラフメント来るぞ、雨降ったからね、雨降ったから結婚してあげるじゃあ今日はこれキュンキュンラブリー、おい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 、またなー、わかりやね、もうね1回以上1回はひなちゃん会いたいの、1回だけかい、1回だけかよ呼ばれ方がねキョウトもかに、キョウトね、あ、そっか、関西の子が言ってたからキョウトもあるか、被害あってるよね、ね、土砂降りやばいよね、かきるな怒って地鳴らしドーンってそろそろ終わるキュンキュン、それは終わってキュンキュンラブリーに行きたいということですか。ドラゴンズ逆転勝利、そうなんだ、すごっ、おめでとうすぎじゃんね、すごいね、我慢してここに来た、偉いね、偉いですよ、まかりサボっちゃダメだよ、まかりサボらないでね、まかりサボらないで、けども花組やね、キュンキュンラブリーしに行く、じゃあ終わる、じゃあ終わる、終わっていいの、なんか暗いね本当にね、こっちになったらいいんじゃない、なんでだろう、いつもと同じ角度だけど、ここら辺、あれ何がおかしいな、暗くはない本当に、でもなんか暗いよね、
今日からドラゴンズファンクラブ会員になる。ドーム行ってた。え、そうなの？雨大丈夫だった？チュニードラさんなぜか強い。何それ、暗くないのかな。あ、キンキンラブリーもしてるし、限りのラブリーもしてるんだ。いけたよね、かわいい、してるよ。迎えに行くと帰れない。いいじゃん、帰れなくてレナと同じ血を、血の空気を吸うことになるんだよ。レナ24時間やってて嬉しいな。コメントするくらい赤身になってる？なってる？気をつけてね。同じ会場で、嘘でしょ？マジ？同じ空気吸えるんだ。嬉しみなんだけど。暗いよね。白い服。わかんない。わかんない。どこがいいんだろうね。綺麗な配信始まり、岩のコスプレ、おいー、あれは可愛いね、確かに。確かに可愛かったけど。朝5時も見ていたいで、嘘です、もっと見て。いいじゃん、素直で。配信続けててね、ほにた寝ちゃうの、おやすみー。あ、かきれなワッシーか。それか、かきれなラブリーとか、そんな可愛いもんじゃないね。バンデリンでも嫌ね。あ、そうなのか。あ、花束まだ。ね、欲張りは良くないよ。帰りね、帰り、あ、そっか、だから屋根から出て気づいたんだ、外が雨と雷で。気をつけてね。もう帰ってるかな。5時から書き寝というハードモード、いつもハードモードだよね。尊敬だわ。今ね、雷鳴ってないよ。書き寝ちゃんもコスプレするの。え、どこで配信？配信でね、あのトーク会に来れなかった人用で、トーク会とかツーショット会が終わっていったら、そのコスプレをちゃんと着ようって思ってるんだけど、いつもね、忘れちゃうんだよね。忘れちゃうんだよね。ツーショットとかトーク会はね、なんか着てるよ。見てたら反射で明るくなりそう。電気つけるか。なんか電気つけても暗いよね。ゴロゴロ鳴ってる？雨はちょっと降ってるね。たまに鳴ってるね。あれはね、かきれなもよろしくお願いします。メイド？メイド？メイド今回っていうか、あれだわ。一回も着てないね。着る予定もないし。なんかできるか。きれなのおいいはラムに設定したい。しなくていいよ。ひょう降ってる時ね、ひょうね、ひょう降ってるよね。ドーム、あ、そっか、その屋根あるね。雷になって結婚して、雷になったから結婚してあげるを覚えてるんだ。綺麗な見てたら寝られへん。ひょう見たことありません。持ってるだけです。そう思ってた、思ってるんだけど。思ってるんだけど。いや、やるけどね、いつか。制服とかも着たいけど、着たいっていうか、着たいと思ってるけど。着たいと思ってるけど、着たいと思ってるけど、いつ着ようかなみたいな思ってるんだよね。え、ツーショット着てくれんの？え、ごめんね、ありがとう。なんか反射でそこじゃん。え、反射どこ、反射どこにあんの、反射どこにあんの、反射どこにある？メイドツインか。かわいいね。ユアじゃん。ユアじゃん、それ、今の。初めて1から9フル参加するわ。マジ？大変だけど、ごめんね、ありがとう。大変だね、1から9は。今日、鶴間公園の近くは園児たちが先生と散歩に出て、かわいい。かきれなってなりませんでした。ならないでしょ。かきれなとはなんないでしょ。さすがにね、ひょう降ったらね。え、ピンクのチャイナ、あ、チャイナは着るわ。どっかでトーク会か握手会かツーショットでチャイナ着る。ピンクの、ピンク白の着ますね。わかりの制服、あ、普通のセーラーか、可愛かった。あれ、約束します。本当に約束ですよね。
からいい感じに反射するとこ、え、マジ？じゃあ一回やってみるわ。反射でしょ？ここら辺とか、あ、でも何の反射これ？何が光ってんの？何これ？ダメだな。白を画面に入れてもダメだ。全然ダメだね。何がダメなんだろう。シャミ会のでっかいテーブル、レナも見たことない。初めてだわ。初めてですね。え、リモコン、え、白だからリモコン、リモン、あ、下こういう感じか。あ、ちょっとでもっぽくな。何がぽくなだよ。全然ぽくねえわ。どこだろうね。リモコンしか白いのがなかった。なんかあるかな。ティッシュとかありじゃない。レフ板、え、なんかこれ、こういうさ、レフ板をさ、なんかあの卒アルの時に膝の上にこうやって乗せてさ撮ったけど、動いたら意味ないんだよね。無理だ。変わってないよね。鏡。あ、怖いよ。怖い。怖すぎ。怖。ハロー。反射です。怖。なんかない、ないのかな。電気は明るいけどね、ハローなんだけど。なんか暗いな今日本当に。白い、あ、だからなのかな。何がダメなんだろう。何がダメなんですか、教えてください。え、けどさ、いつもさ背景さ白だよね。壁が黒だといいんだ。そういうこと？ない、ないです。はい、ちょっとマシ？じゃない？来てるよこれ。いた。ほら、え、ちょっとマシじゃない？服が黒だったらいい。来た。だけど来てたよね、来てたよね。いくよ。別に今が暗い、そんなめっちゃ暗いわけじゃないけど、どこから変わるのか。あ、でも近づけただけで結構変わるよ。いくよ。ほら、え、すごい。こうやって持っとけばいいんだ。え、待って、救世主なんだけど。え、全然違うじゃん。こっちは？あ、こっち変わんないわ、あんまり。やっぱ黒なんだ。ほら、もうここでちょっと変わってるもん。こうやって置いとけばいいってこと？え？ちょっと待って。逆にね。逆になんか白すぎない？だって。えへへへ。もう、うちゃー。じゃあこれでいくわ。
ゃんの顔を見せてたらいいんじゃない。こうか、抱っこしとこ。じゃあなんかずっとピカピカ変わってるね、黒になったり。よし、じゃあこれでいこう。ルース障害になるのかも。あー、だから画面に白が多すぎたらってことね。反射するものがなくってこと？って反射に、あー、顔に反射がない。え服の色が白すぎて壁も白いからかな、わかんないけど。ブータロンはずっと寝ています。そういうことね。視野が白いのも悪いんだ。ちょっと急に可愛いよね。いや、やばいよね。白飛びの逆。うん、今日夜起きてなのかな、本当にちゃんと。キレの GK 卒業しても関西弁出てる。出てないよ、出てないよ。ブー太郎は、わーって何、わーって何ですか。ブー太郎はって何ですか。今日俺ならラメの切ないのになんかまつげ美容液にラメがついてたのかな、わかんないけど。見て、なんか目キラキラしてない、ちょっとだけしてないか。たまにラメっていろんなところにつくからさ、今日ラメメイクで乗せてないのに顔がキラキラしてるとかあるんだよね。ブーちゃんちょっと痩せてないんだけど。ゆうたろうは痩せてないですよ。痩せてません。1時間だけしか寝てないの、嘘でしょ。ブルブレなら本当に神見てほしい。ありがとう、12期を代表してありがとうございます。白飛びしてるぐらいだね。髪の毛とか、あ、髪の毛とかしまっちゃえばいいんじゃない。わかんないわ。女の子の関西弁好き、男の子の関西弁はダメなんだ。逆に増えてるキラキラ的な話が、そっち側の。犬の武器、むーちゃんにちゃんと、うん、毎日餌あげてる。缶詰、ドッグフードあげてるよ。フードと缶詰は違うか。だからもう帰りれないに来てくれるんでしょ。女の子で関西弁使う人は確かにギャップにキュンってしちゃう。そうなの、なんかレナは関西弁ってやっぱ口悪く聞こえるじゃん。怒ってるのとか、どう聞こえる、怒ってるように。はじめましてー。髪の毛ぽい、どう、黒を見せたらいいんだよね、とりあえず。一日行けたら行くね。来てよ、ちゃんと結婚していいよー。ぶーちゃんのおかげで顔が明るくなったから結婚してあげるね。明るいレナだから、人による。ああ、そういうこと。レナはセーフ、関西弁悪くないよ。レナの声、イエーイ、やったー、やったね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 ー。そういうこと。髪の毛下ろしてないから、そういうこと？
そうなんだ。ポニーテールしてるから黒が少なくなって、反射するとこがなくなって画面がめっちゃ暗く見えるんだ。そういうこと？それあるかもね。それかも。だって一緒のさ位置に座ってるんだよ、いつもと。なのにこれだからあれなのかなって、何があダメなんだろうって思ってたけど、そっか。じゃあポニーテールやめよう、これからは。これからもポニーテールやめよう。会社名書きに話す友達かね、好き。うん、確かにそれは思う。明日朝5時に、いや、やるとか言ってないけど。5時配信やるって言ってないけどね。ポイント2つ受けて前に出したらどうなる。あ、確かに。ちょっと待ってね、一旦ブーちゃん置くじゃん。あ、ほんとだ、ちょっとマシになったんじゃない。いくよ、こっから。あ、ほら、あ、そういうことだったんだ。ほら、こうか。だからハーフアップまでならギリセーフか、これだったら。ハーフアップまではできるけど、ポニーにしちゃったらダメなんだ。片方でもダメなんだ、両方に黒があったら。そういうことか。ほら、これでいいじゃん、ちょうどじゃん。ほら、そういうこと。でブーちゃんをやったらもっと明るくなっちゃうよって感じ。そういうことか。サイド、え、サイド多分ねダメな気がする。ほら、ちょっと暗いよね。あ、でもちょっとマシか。あー、マシだね。あ、マシだ。ここに髪ないとか、こっから。あー、ちょっとだけ、ちょっとだけだね、ちょっとだけマシ。ね、黒ね、均等に両方にないとダメなんだね。かわいい、してるよー。そういうこと？やば、解決なんだけど普通に。だからポニーはしないで、両方髪の毛も下ろしといたら安全ってことですね。だからツインテールとか大丈夫なんだ、両方ね、黒を前に出してたら。前にも教えたはず。髪の毛で変わるとかわかんないじゃん。髪の毛で変わるって言ってくれたっけ、忘れちゃった。え、嘘、パソコンだとそんな変わんない。え、変わるよ絶対に。かわいい、知ってるよ。アイノーだよ、アイノー、アイノー。言い直すなら左にノリでも。左にブーちゃんを掲げとけばいいのか。あ、ポニーテール、あ、確かに黒の服着てたらポニーテールは大丈夫、セーフ。ポニーちゃん好き。なに、ポニーなだけで好きって言ってくれるの。ポニーテね、だってなんか顔暗くなっちゃう、この発見するのにめっちゃ時間かかったね、めっちゃ時間かかっちゃった。握手よりトークの方が落ち着いて話せる。あー、時間長いから。トークの方が結構長いよね、そんな変わらないもんだと思ってたの。そしたら案外変わった時間ね、トークと握手のかける仲は知ってるよー。バラ、ありがとう、ありがとう。ポニーじゃなくても少女だよー、知ってるよー。みんな寝たの？やる気出して。みんな寝たの？やっと明るくなったのに。握手、柿本話してくれないんだもん。ツーショットは話せるかな？え、ツーショットも別に話せそうだね。欲しい。美少女ここにいるよ。
ちょっとちょっと寝てないよ、見てるよ。マグショー行ったことないんですけど、それな、それなだね、本当にね。前も言ってたけど、電車うとうとしてた。まだ電車なのか、大変だね。4時半に起きた。マジ早い、毎朝早すぎ。そしてずっといてくれてる、ありがとう。ママさん、みんな朝5時からヤニャ見たいから、見たから眠いんだよね。えレナニャも見たでしょみんな。今のし可愛すぎた、しんどい。しんどい、やめて。大阪移動中。そうなの、京都から。握手はかきれないに遊ばれて終わり。遊んでないし、遊んでないし、真剣だし、だって真剣でございます。キレナ握手会深夜か、自動的に。いやそれな、深夜すぎるよね、レナの握手会。マジ深夜すぎるよね。はがしのお兄さんが怒るのよ。あ、そうなんだ、ツーショット。あ、だからトークとか、トークとか握手より厳しいって感じ、感覚。洋服から明日免許更新に行く予定。お、いいね。大変なんだよね、免許更新って。大変らしいよね。どこかいぬか、上選手は呼吸困難でし、いなくなっちゃう。呼吸困難やばいな。んー、ツーショットあんま話せないんだ。そうなんだ、ツーショットあんま話せないのか。まあ確かに、でもね、話したいよね、3枚だし、ツーショット1回。ゆっくり歩いてきて、ゆっくり撮ればいいんじゃない、なんか3秒タイマーとか。え、タイマー禁止とかあるの、30秒タイマーとかないのかな。通常とかの、ほうある、何でもいいよ、何でもいいよ。通常目的だけどさ、いや通常目的だけどさ、ねえ、3枚もね、遊んでいただいた。そうだよ、遊んであげたんだよ、それが正解だよ。通称ほど行くのに、確かに通称悩みそうだね。逆にツーショット行きたいって人にも、人もいるかもだけど、迷うよね。1枚でいいとかいう人の方が多分多いじゃん。でその1枚にさ、交通費とかね、あるし。なんか焼き線の2、うちの地元あなたっぽくて希望の日。そうなんだ、マジか。私もここにいます。部屋が判明してくれたら取り直し。判明、ずっと判明しとくか。寝ます。おやすみなさい。おやすみ。ありがとう、来てくれて。動画多く書いたよね。ああ、そういうことね。まあそうだよね。その方がいいよね。自分映るのがマジで。いや、いるでしょ。嬉しいじゃん。うわ、切られた。ブータロに。自分映った方が嬉しくないね。でもいらないって人いるよね、推しだけの写真でいいんだみたいな人いるよね。あ、なんかさ、それだったらみんなあれなんじゃない、なんか自分が写りたくない人、別に写んなくていいっていう考えの人は、自分が推しの写真を1枚撮るとかの方がいいんじゃないの。どうせだって自分いらないけど推しの写真は欲しいって思う人は、そのスタッフさんが撮るんじゃなくて自分が推しを撮った1枚がいいみたいな、そういう考えにならない、わかんないけど。レナは一緒に写りたい派だけどね。ポーズ思いつかない、かきれなピンショットね。って思うんだけど。飛行機ポーズにしよっか、みんな。ね、CG3 枚らしいね。消しゴムマジックやばい、死ぬ、おもろすぎ。思い出すわ、CM を。あ、そういうのもあるんだ。そういうのもあるんだ。あ、そういうのもあるんだ。ないわけじゃないけど、もう今回はないよね。でもスーパー可愛く撮れる自信ある。写真写り悪いからスーパー可愛くなくなっちゃうんだよね。そう、マジ写真写り悪いのね。やばいわ、ちょっと消してやるのさ、やばい。フワちゃんなんだけど、フワちゃんじゃん。
やばいわ、フワちゃんだわ。なんだかんだ一瞬映り、え、だよね、映りたいよね。レナもそっち派、映りたい派だわ。自分は見たくない。え、なんでよ、ここにあったけど、あ、今はないのか。いや、もともと可愛いんだけどね。ありがとう。もともと可愛いけど、スーパー可愛く撮ってくれるんだ。それは楽しみだな。オンラインの AKB ワンショット、あ、そうなんだ。明日はね、ちょっとさすがにみんなかわいそうかなと思って、配信しないでおこうかなとか思ってる。朝5時に起きてても。とりあえずダンス踊るから、今日は絶対に振り起こしを完璧にさせるっていう目標を決めたから、はい、あと番号を絶対に覚えるっていうね、頑張りますね。あ、自撮り風に撮る、あー、そういうことか、そういうことね。すっぱかわいい。すっぱいじゃんそれ。何やったらいいけど、なんか得点がやばくなるからな。あー、それだったらツーショットの方がいいよね。あの真ん中のやついらないよね。あのコロナだからかな。コロナがなかったらさ、真ん中のやつないの、ツーショットのやついらないくない、あれ。なんか写真撮るときもね、なんか一枚の写真により二人写ってるけど、なんか真ん中にあったらさ、別々感感じちゃうじゃん。一緒に撮ったことが嬉しいけど、写真に、あー、一緒に撮ってるっていう事実だけが嬉しい的な。自分が嫌だな。みんなあげるとき加工してね、しないでいいけど。ねえ、映りたいよね。でも絶対映りたい。朝まで頑張るんだ、偉いな。楽ないよ、起こすのかな。起こしてほしいの、それは。起こしてほしいんですか。今日はまぐれで起きたけど、すごいね、ありがとう、来てくれて。ふんふんふんから、いや、写り悪くないよ、みんな大丈夫だよ。全世界でレナだけだよ、こんなに写真写りが悪いのは。なかったんだ、コロナ前。コロナのやつか。じゃああれはもうコロナだけのあれなんだ、仕切りなんだ。あ、動画もあるんだ、動画撮影。はい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 、ご自待機しますけど、もう寝て寝て。寝て、仕切りの背中剥がしちゃう、やばいじゃん。退場なるわ、メンバーが退場なる。真ん中にある感じ気づけるってのもある。ああ、そういうこと、あ、そういうことね。はいはいはい、フリースなんでその話もすごいいいね。みんなそのまま乗せて、まんまで可愛すぎるの。え、ありがとう。え、現在フェアがどうぞ。そうせしジュリっぽく、そうなんだ。それはいかないよね、絶対でならば。本物可愛いんやろな。なんか偽物が可愛い、偽物っていうか今が可愛くないみたいな。実物はこんなに可愛いのに。よく言うよ、本当に。そのまま絶対載せません。え、なんで、いいじゃんいいじゃん、そのままでもいいじゃん。ダメなんだ、そのまま載せたくないは、みんな載せてよ、みんな載せてよ、そのまま。下保存するわ。金曜劇場でおもろかったです。金曜日制服の目、制服の目だっけ、金曜日って。ありがとう、いてくれたんだ。振り袖やめて、振り袖呼ばわりやめて。あ、メンバーだけのやつをあげるの。ほんと今出てくるかも。え、ほんとに、え、見とこう、じゃあ。見とこう。めんどくさいのに、ひしまってるよ。7時ぐらいからか。いいね、コメダのモーニング。載せへんけど。え、なんでよ。なんでよ。そう、みんなね、半分消してね、自分だけ消して載せるとかね、ありそうだね。全世界に拡散する気はない。あー、そういうこと。あ、だから見せる分にはいいけど、載せる分には困る。載せる分にはか。ガコの印刷したくてる。あ、そうなんだ。あ、送るはやさだね。なってたら送ってあげる。あ、そうだよね。そっか、インスタだったらね、いけるんか。え、自分消さないでしょ。消さないでしょ。嬉しいじゃん、だって。微妙とか、ね。送ってほしいよね。うん、いや、
君のインスタないけど。ああ、そういうこと。なんかインスタがあるメンバーには送ってるってこと。え、待って、あと10分じゃん。早っ。え、待ってるな、今日11時半ぐらいに終わろうとしてたんだよね、実は。うん、5時から配信は横の配信またチョコザップ。チョコザップ、流行りのチョコザップ。チョコザップいいな。レナも登録しようかな、チョコザップ。よくな？私も今日も可愛かったってあげたいだけだし。私だよね。私だけだよね。レナだけだよね。プールいいな。ネロネロおやすみ。最後はね。やらないなら？でも一応12時までやるけどさ、なんかこの流れだから。この流れだから10時になるつもりだったの。もう50分もごめんね、レナタイムにしてしまって。ねえ、そうなんだよ、登録だけしていかないっていうね説があるから。私の場合送ってって言ってたメンバー、そうなんだ。もちろん私だけだよね。やる気なくていいらしい。やる気ない？ミルクコーヒー飲んだけど、飲んでたね。美味しかったっしょ、美味しかったでしょあれ。え、でもジムとか女の人一人とか多くない？エンドレスオーキドーキ。変な人いたらじゃあエンドレスオーキドーキ踊っとくわ、チョコザップで。雷やばいよね。大丈夫だよ。流れだから、さらっと12時に、そう、この流れだからね。この流れだから一応もうなんか12時までやった方がいいのかなみたいな。やるかって感じだけど。登録していいね。登録してんの、そうなんだ。約束したからしたら行かなきゃいけなくなってクイーンやってる。そうだよ。渋垣さん頑張ります。え、チョコザップマジ行きた。なんかみんなも行ってるから気になり出すんだけど。あと今日 CM もねあった。え、あれなんだね、チョコザップってなんかカラオケがある店舗とかそういう感じなんだ。ネイルがある店舗とかそういうことなんだって思った、今日 CM を見てね。カラオケあるところがいいよね、行きたい。あ、でもどこでも行けんのか。そっかそっかそっか。筋トレ来てスマホいじってるだけ。うまってなったでしょあれ。苦くないしね、甘いしね。マジ幸せだよ。出れなくてどうしよう。怖い、怖い。お化け屋敷じゃん。お化け屋敷ザップですね。走ってる人いる。24時間なんだよね、あと。いいじゃんね。スタバ怖いのにいつも声で行っちゃう。なんで怖いの。スタバ怖い、かわいいね。コメダの方が怖くない？一人なんか多いし。メニュー。キュンキュンラブリー、変な人。あ、キュンキュンラブリー、キュンキュンラブリーみたいな。逆に変な人いたら、キュンキュンラブリー、キュンキュンラブリー、キュンキュンラブリー。こっちが変な人になるっていう。エニタイム派。エニタイムね。シャワーがあるのか、エニタイムは。うん、店舗によって違うらしいね。知らなかった。明日マジで起こして、柿本。何時に起きんの？カラオケはまだ少ない。あ、そうなんだ。なんかカラオケ20店舗って書いてた。CM。ちゃんと見てんのやばくない？ちゃんと見たんだけど CM。なんか久々に今日マジでテレビ久々につけてダンスしようと思って。つけて。ね、ネイルとかもあるらしいよね。つけて。そう。んで、そのチョコザップの隣とかに住みたいよね。もし行くなら。チョコザップに行くま、店舗に行くまでがね、めんどいよ。わかるわ、それ。なんか学校と一緒だよね。ついちゃえばすることあるから行くんだ、あの頑張れるんだけど。いや、それな、普通ジムにね、そんなんねないよね。昔バイトしてたから安心かい。友達もバイトしてたわ。なんだっけ、コメダでバイトしてたの。そうなんだ、やばいね。友達ずっといた。コメダに行くたびにずっといました。スマホの充電、あ、スマホでか、そうなんだ。かわいい、してるよー。それで SNS で見たカスタムイートできません。悲しい。なんかなかったのかな。なんかたまに なくなっちゃうやつあるじゃん。なんか今日はこのミルクは終わっちゃいましたとか、このコーヒー豆ないんですみたいな。
そういうのじゃない。5時か最低6時。迷ってるんだよね。なんか今日さ配信しちゃったからさ、なんかみんな眠いかなって。結婚していいよ。ハンバーグ2個食べてくれたから結婚してあげる。カラオケ役の待つ間に筋トレ。カラオケね、いつも埋まってそうだね。確かに1個しかないのかな、1店舗に。でもなんかめっちゃちっちゃい建物のイメージがあるんだよね、ビルの1階とか。だからカラオケそんな何ルームもないよね。10年いつもないカキさんに向いてないそれな。閉じ込められちゃうレノだったら。今日は何のコナン君見るの？シンガポールのやつまだ見てるよ。ソフトクリーム乗ってて、ああね、ココアね、ソフトクリーム乗ってるよね。え、ガーナチョコとのねコラボしてるよね。飲み物あれ美味しそう、ココアチョコ。でもね、それでも分かりません。マジミルクコーヒー飲んでマジ美味しいから。ほんとやるがやる前が朝起きることに変わりはないねえ。朝起きなきゃダメなんだよね。頑張って起きて。もし起こせるなら起こしますね、通知で。品切れじゃなくて偽情報。嘘でしょ。カスタム偽情報とかあるんだ。え、そうなの？嘘、本当に？カスタム詐欺されたの？ダメじゃん、気をつけて。え、それはやだね。え、そうなの？月額で払ったらいかない損、いかない損？通うんじゃない、確かに払っちゃったらね通うよね。あと5分、歩いて9分にあるか。そうなんだ。みんなパピコ。でもレナ的にあんまパピコ感感じないけどね。結婚して、いいよー。結婚あと5分だからしてあげる。あと5分で終わっちゃうから結婚してあげる。コメダってなんかみんな家近いんだね。ドリンクバーある店舗やばっ。そこがいいんだけど。結婚していいよー。結婚してあげます。あと4分だから、あと4分でレナとの時間が終わっちゃうから結婚してあげるね。あと4分で、可愛いし今日ポニーテールだから結婚してあげます。2分だけど。試験です。あ、嘘だ、雑くないから。別に理由雑くない。結婚していいよ。本当はレナだけ推しじゃないけど、いつも強がってレナだけって言ってるからいいよ。正直レナだけじゃないと思うけど、今はレナだけだと思うからいいよ。結婚してあげる。最初見れた、よかったねー。漫画喫茶やば。ドリンクバーじゃなくてカップ自販機。そうなんだ、カップ切れになるの。ダメじゃんそれ、限りの良さだからね。ポポコーン、やったぜ、よかったねー。あと2分、3分、良さでしょ、知ってるよ。教えないけど間違ってない。よいしょ、リアルプロセスね、だからいいよつけてたから。軽っ。ありがとう。じゃあ今日はみんなから今日もらったポップコーンを思い出しながらコナンの映画を見たいと思います。嫌さなのでね、私はね知ってますよ。57分、今日も配信ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとう。今日もいらっしゃいました。ありがとう。ファンじゃない人に分けてください。5時待ってるよ。これからねコナン見る。夢に一回も出てこない。それは私のことをね思ってないからです。もっと心の底から、足のつま先から頭の先まで私のことを思って生活をするのです。やさのな、やさなんだよそれ。おっちゃん、あーそれは星まるまるだよ。記号怪盗キットじゃないです、私記号ですかそれ。朝はちょっと迷い中、
朝迷い中だよ。お疲れ様さ。お疲れ様さ。やばい、あと2分なんだけど。ちょ、待ってないでいいよ。昼の配信見てた、見てからすぐ寝てるのに夢に出てこん。なんでですか？思ってないからです、それは。私のこと、思ってないからです。え、ふみずにちゃんと寝る。ありがとう。ぶちゃんのお手って可愛いですね。バイバーイみんな。おしれなだね。おしれなだった。お疲れ様でしたみんな。ありがとう。おやすみ。おやすみフィー。またね。ありがとうねみんな。おやすみ。おちんじ注意確定直すね。お風呂入るね。メール返し待ってるね。マジックガイドだよ。おやすみ。おやすみランチ。おやすみ。バイバーイ。配信ありがとう。また明日ね。おやすみ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 ありがとう。やっぱに。今日もありがとう。キキロリー。最高に帰ってるとか分かったよ。知ってるよ。おもろいでしょ、蚊。蚊おもろいでしょ。言うなので暴れませんよ。たくさん寝てね、みんなも。おやすみ、るんちゃん、おやすみ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 。お風呂入る。ちょこっといってらっしゃい。いっぱい走ってね、歌ってね。バイバーイ。元気なぶりやめてね。おやすみ。みんな、今日も。